ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。今日は日本の落語と幸福ということで第4回目ですね。いよいよ、1945年8月15日にポツダム宣言の受諾、日本の無条件降伏ということになりまして、新しい平和と時代が幕を開けました。それから1ヶ月と12日経って、進駐軍のマッカーサーが神奈川県のですね、厚木飛行場に降り立って、東京に、占領部っていうか司令部を置きますね。最高司令官がアメリカのマッカーサー元帥でありました。で、一段落してですね、昭和天皇が、マッカーサーのところに出向きます。もちろん天皇がですね、どこかに出向くということはほとんど日本ではありません。必ず天皇に会う人がですね、皇居とか、そういう叱るべき天皇陛下がおられるところに、行くのが、日本の風習でありますが、なんたって相手は日本を占領している、占領軍司令官でありますから、占領された日本軍はですね、日本の人はですね、マッカーサーのところの事務所に行かざるを得ないわけであります。しかもマッカーサーとしてもですね、占領している国の元首が来るということで、出迎えることもできませんね。それが国が敗れるということでありますので、そのように行われました。本によってはですね、マッカーサーは礼儀知らずである。天皇陛下が司令部に来られたのに玄関に出迎えも出ないなんて言ってますけども、出迎えに出ることはできません。これはやっぱり厳粛な、やっぱ国際ルールというものがありますしね。その通りにやったというふうに思いますね。で、天皇陛下は、マッカーサーの居室、つまり司令官室に入りましてですね、そこで挨拶をして写真を撮り、そして、話をいたします。マッカーサーは最初ですね、負けた国のトップが来たということでですね、後ほど何回もマッカーサー言っておりますけども、これは必ず命乞いであると。つまり私を助けてくれと。古今東西ですね、勝負が決まってから相手方の総大将とかですね、そういう人が来るということは、大体は命乞いなんですね。ほとんど命乞いと言ってもいいでしょう。そういう気持ちでですね、マッカーサー胸中、胸の内はですね、どういうふうにしようかなと、いうふうに思いながら、そういう責任を総司令官というのを持っておりますからね。そういう気持ちだったと思います。ですから、マッカーサーにしてもですね、人間ですから、やっぱり心は重たかったと思いますね。そこで昭和天皇が言われたこと、天皇陛下がマッカーサーにお会いになって言った言葉ですね。まず、最初に言った言葉はこの二つでしたね。昭和20年の9月の27日のことでありました。世の中は騒然としておりましたね。その中で、昭和天皇がマッカーサーに言われた言葉のまず最初は何だったと二つ言われましたね。すべての決定と行動に対する全責任を負う者として、私がその人ですと。昭和天皇は初めてマッカーサーにお会いになってそう言いました。すべての決定と行動に対して、私が全責任を負っております。そういう私はものですと。いうふうにまず宣言をいたしまして、その後にですね、私自身をあなたの代表する諸国の採決に委ねるためにお尋ねをしたと。こういうふうに言われました。つまり、いろいろな、その時に日本国内は混乱しておりましてね、天皇陛下の命を救えという人もいるし、それから全部やり返ろと。すべての責任者を処刑して、全部やり返るべきである。我々を殺したのは日本の責任者だ。なんちゅう、もう無責任な人も言いましてね。大変に荒れていた時代であります。私もその時に、東京にいて、上に苦しんでたわけであります。3歳でしたね、私は。食べるものはほとんどありませんでした。私の父は、大学の数学の先生だったもんですから。米も配給は来ない。闇米のルートも知らない。私たち一家はですね、
非常に少量のものが福島の親戚からなんとか送られてくる。父がなんか少し取りに行ったような様子もあります。その中をまあ家族で、少ない食事をかじりながらね生活をしておりました。そういう時代でしたね。まあ国破れてもうどうにもならないという状態ですね。まあ、食料が底をついておりましたので、到底その家の中に食料というものはありませんでした。そういう時代の中でね、私たちもまあ仕方がないと思ってですね、まあ、非常に苦しい時を送っておりました。その時に、天皇陛下がマッカーサーのとこに出向きましたね。この時に天皇陛下がマッカーサーのとこに出向いたっていうのは、まあ明日ですね、なぜ天皇陛下が出向かれたかと、まあ、いうことをお話をいたしますが、そのマッカーサーにお会いした時はですね、すべての決定と行動に対する全責任を負うものとして、私自身をあなたの代表する諸国の採決に委ねるためにお尋ねしたと。諸国っていうのは、具体的には日本に宣戦布告をしたアメリカ、ABCD 同盟と言われるアメリカ、イギリス、中国、オランダの4カ国が直接的な相手でありまして、その他に戦争中にもちろんオーストラリアとかですね、連合国がですね、まあ日本の相手でしたから、一説にですね、日本はドイツとかイタリアと三国同盟を結んだというように学校で教えます。確かに三国同盟ってのはあったことはありましたが、この日本とドイツ、日本とイタリアがですね、共同で連合国に戦ったということはありません。ドイツから潜水艦の部品をですね、一部融通してもらうとか、まあそういうことはありましたけど、ドイツがソ連に侵攻した時ですね、日本がシベリアの方からソ連と戦えばですね、あるいはソ連は国を守ることができずにですね、降伏したかもしれません。しかし日本は日ソ中立条約というものを守ってですね、ソ連には攻め入りませんでした。したがって、私はこれいろいろ歴史家によって見解がありますが、私は日独伊三国の防共協定って言いますかね、その頃は共産党に関する、まあ、対決っていうのが一つの軸でありましたが、まあ、そういったものは現実的にはなかったというか有効ではなかった、まあ、したがってこれは僕が中学校、高等学校の時に錯覚したようにですね、ドイツがソ連に攻め入って一か八かの戦いを挑んでる時に、日本がシベリアの方に攻め入らなかったっていうことはですね、三国同盟がないということでもありました。まあそういう点ではですね、こういった歴史的事実についてはもう少し感情的ではなく、事実をきちっと学んでですね、歴史学者ですよ。で、日本の子供に教えるべきだと思いますね。私は科学者ですから、科学者っていうのはですね、議論しなくて決めることを科学というわけにはいきません。まあ、その典型的なものが現在では、温暖化というもんですけどね。これはまあ、科学の問題でありながら、学会もなければ、国際的な話も批判というものをなくして進めております。こういうですね、まあ、人間の知性というものに対する大きな誤解を招いたまま、国際的な動き、国内的な動きをするっていうのはですね、非常に大きな失敗を招きます。まあそういう点でですね、まあ、議論してはいけないというようなことを言ったらですね、人間の頭脳というのはそれほど優秀ではないので、やっぱり失敗します。これは、この前の戦争の時のいろんな局面においてですね、まあ、左翼の人も、大体左翼の人が多いんですけど、議論を封鎖するということを随分やりましたね。それがいろいろな問題点であります。まあ、その中で、この昭和天皇の行動っていうのはですね、もう本当に輝いておりますね。すべての決定と行動に対する全責任を負うものとして、私自身はあなたの代表する諸国民の、その連合軍の採決に
委ねますよと。このお尋ねしたというのは言葉ですから、まあなかなか難しいんですが、訪問の方という字とこのお尋ねというのは同じ語源ですんでね、あまり厳密にこの人にこう物を尋ねるってことと訪問するってことをあまりこう厳密に区別してはいけないと思いますけどね、まあ、訪問の方という字を書いてもいいかと思います。これがですね、まあ、天皇陛下がマッカーサーに言われた9月27日のお言葉でした。まあ、これについてですね、マッカーサーの回顧録なり、その後のマッカーサーの話の中にいくらでも出てきますけど、もうびっくりしたんですね。もうマッカーサーは死んでびっくりしました。マッカーサーの言った言葉っていうのを後に示しますけども、本当にですね、マッカーサーがこの天皇陛下のご訪問以来ですね、完全に日本、まあ、ピークとまでいけませんけど、まあそれは占領軍司令官ですからね、厳しくやらなきゃいけないんですが、その中にですね、日本は悪くなかったんだということを強く思いますね。これはまあもしここの聞いてる方が時間があればですね、マッカーサーがアメリカ議会で言ったことを参考にしていただきたいと思います。マッカーサーがアメリカ議会で何と言ったか。日本は確かに戦争したけど、それは日本が戦争したくてしたのではない。日本は追い込まれてどうにもならなくて戦争に打って出たということである。これはマッカーサーがアメリカ議会で発言したことですね。マッカーサーもですね、このようなことをアメリカの議会で発言するってことが自分の人生にとってマイナスになるってことはもちろん知っております。しかしこの時にマッカーサーがそう決意をしたのはですね、やっぱり昭和天皇のこの時の会見なんですね。それから見たらですね、日本の昭和天皇を批判したり、日本が戦争を始めたから戦争が悪かったとかいうことを言う中学校高等学校の社会の先生とか、どういうことかと思いますね。敵将ですら日本は自分で戦争したんではない、軍国主義でも何でもない、追い込まれて戦争になってしまったんだ。この理由は後に私きちっと説明しますけどね。日本のいわゆる知識人というのがいかにこの昭和天皇の潔い態度とはっきりとした言葉ね、これに対していかにごまかす人であるかっていうのはわかりますね。私は非難するだけじゃなくてね、これまで日本国を叫んできた人、日本人、軍国主義であるとか、そういうことを言ってですね、日本を本当にこう、痛めつけてきた日本人、この人たちが、まあ、だいぶ高齢になる人が多いので、死ぬ前にはね、この世を去る前には、誤りを認めて、それを発表してほしい。そう思いますね。事実は全然違ってたわけです。それをほとんど知らない日本人に繰り返し繰り返し言ったと。これが僕残念でたまりませんね。あなた方は日本のお米を食べ、日本の中で生きてきて、多くの人に大きな恩義を受けたのに対して、マッカーサーという占領軍司令官が、ああ、日本はこういうことだったのかということが分かることも分からなかった。悲しいですね。まあ明治の初期に初代の文部大臣が日本人の欠陥はずるいことである、この日本人のずるさを除けば日本国はもっと立派になる、これはおそらく昭和天皇もご存知だったと思いますね。その日本人のずるさも含めて昭和天皇は自分が責任を取ろうとこう言っておられるわけです。